原動機付自転車、原動機付自転車、原動機付自転車、モーターイズドバイシクルとは、日本の法規における、車両区分の一つである。道路交通法では 50cc 以下、電動機の場合は、定格出力 0.6kW 以下、道路運送車両法では 125cc 以下、電動機の場合は、定格出力 1.0kW 以下の原動機を備えた二輪車。 側車のない場合に限るが該当し、放棄状の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものも、この区分に該当する場合がある。省略して、原付きと呼ばれることも多い。原動着付自転車の起源は、自転車に小型のガソリンエンジンを取り付けたモペットと呼ばれる乗り物である。当初は自転車と同じ軽車両扱いで免許が不要であったが、 1952年に14歳以上を対象とする許可制となり、1960年の道路交通法施行に伴い、16歳以上を対象とする免許制になった。現在の原動機付自転車はオートバイの一種、特に車輪が小型であるスクータータイプのものについての認識が広く浸透し、一般には運転免許の区分ともなっている。 排気量が 50cc 以下のものを指す場合が多い。自転車の属称であるチャリンコと組み合わせた、原動機付チャリンコを略して、原チャリ、原チャといった属称も広く用いられる。また、排気量が 750cc の大型自動二輪車を、7半と通称する例に倣い、原動機付自転車を0半と称する場合もある。報道では、ミニバイクと呼ばれることが多い。 エンジンは2サイクルエンジンが主流であったが、1998年9月から、原動機付自転車も自動車排出ガス規制の適用を受け、さらに2007年9月からは、この規制が強化されると、排出ガスの対策に費用がかかる2サイクルエンジンに変わり、4サイクルエンジンに燃料噴射装置や三原触媒を搭載する車種が主流となった。 オートバイ全体の年間販売総数、約40万台のうち、およそ8割以上、第一種原動機付自転車が、約25万台、第二種原動機付自転車を含めれば、約34万台に上るが、原動機付自転車のみで占められている。電動スクーターなど、電動のものも、普及数は少ないが原動機付自転車、出力によっては、自動二輪車の分類である。 一般的な認識は前述のスクータータイプのものであるがホンダ株やトランスミッション付きのフルオートバイタイプ例としてヤマハ RZ50 ホンダ MBX50 であっても2輪で 50cc 以下であれば原動機付け自転車扱いとなるまたホンダジャイロのような一定の規格の3輪のものも原動機付け自転車扱いとなるオートマチック限定免許制度がないため マニュアルトランスミッションも運転可能である。4輪以上は口実。自動車と同様に自動車損害賠償責任保険に加入することが法令により義務付けられ違反すると処罰される強制保険。よって自動車と同じく自動車損害賠償保障法に基づき人身事故に対える損害賠償につき無過失責任は適用される。 自動車任意保険にも合わせて加入することが望ましい。なお、自動車任意保険には、原動機付け自転車 125cc 以下、原付一種及び原付二種用の区分として、自動二輪車区分よりも安価な両立が設定されている場合が多い。また、一般の三輪以上の自動車向けの任意保険の契約に付帯して、ファミリーバイク特約としての契約も、 一般的であり、その場合はさらに保険料の負担が安価となっている。道路交通法、または道路運送車両法により異なる定義で区分されている。総排気量 50cc、定格出力 0.60kW 以下の2輪のもの、内閣総理大臣が指定する 50cc、0.60kW 以下の3輪のもの、またはこれら以外で 20cc、0.25kW、 以下の4輪以上のものを原動機付自転車とする。道路交通法施行規則第1条の2における内閣総理大臣が指定する3輪以上のものは総理府、現在の内閣府告示により次のように定められていて、これ以外はミニカーという扱いになる。ガーシャ、サイドカー付きは2輪の原動機付自転車と同様に扱われる。2輪車については 125cc、1.00。 キロワット以下のもの、それ以外の車両については 50cc 0.60キロワット以下のものを原動機付自転車とする。このうち 50cc 0.60キロワット以下のもの、道路交通法上の原動機付自転車に加えてミニカーも含むことに注意を第一種原動機付自転車、通称は原付一種 50cc を超え 125cc 以下のもの、 道路交通法上の小型二輪車を第二種原動機付自転車、通称は原付二種という。道路交通法上の原動機付自転車、前日を行動上で運転するため、必要な運転免許証は原動機付自転車免許で16歳から取得が可能である。試験は学科試験の筆記試験のみで、技能試験は必要ないが事前。 または事後に運転免許試験場、警察署、指定自動車教習所などが主催する技能講習を受けなければ、運転免許証が与えられない。事前に技能講習を受講しなければ、学科試験の申し込みができない地域もある。なお、小型特殊免許以外の運転免許を受けている場合も、原動着付自転車を運転できる。道路交通法では二輪車で、 排気量が 50cc 超のものは、自動二輪車、普通自動二輪車の一種として扱われるため、50cc 超 125cc 以下の第二種、原動機付自転車は、原動機付自転車免許をはじめ、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかの運転免許を受けて、いるだけでは無免許運転となり、運転できない。他の自動車と比べた場合の主な違いは、 政令で定める最高速度が時速 30km で交通整理が行われている交差点で法が定める条件に該当する場合に2段階右折が義務付けられる点である。道路運送車両法等による登録の必要がないリアカーを牽引して走行することが認められているが、積載量や車両寸法、最高速度に制限があるほか条例により 運行に条件がつく場合がある。ヘルメット着用は1986年、昭和61年より義務付けられた。1970年代後半からヘルメット着用義務のない手軽な乗り物としてスクーターを中心に急速に普及したが、それに伴い交通事故が増えたことによりヘルメット着用が義務付けられることとなった。自動車に準じて 道路運送車両の保安基準が定められている。タイヤ、ブレーキ、エンジン装置、消音機等は自動二輪車のミニチュア版の性能が求められているほか、保安基準に適合する全消灯、番号灯、後部反射器、軽音機、あと、写し鏡を備えなければならない。なお、最高速度が時速 20km 以上の原動機付自転車については、微灯、聖動灯、 方向指示器、速度計を備えなければならない。エンジンやモーターなど動力を用いる車両は、原則として、その出力、上述の排気量、定格出力などにより、自動車、または、電動着付自転車に分類されるため、セグウェイや、軽量の電動自転車、フル電動のものなど、一見オートバイやスクーターに見えない車両であっても、道路を運転する場合には、 前述の法規制のほか、以下の重い規制と違反行為に対する罰則が適用される。エンジンやモーターなど動力を用いる車両で、前述の自動車、または、原動機付け自転車扱いとならないものは、以下に列挙するものであって、以下の基準を完全に満たすものに限られている。 スクータータイプのものに関して、幹線道路において、時速 30km の法定速度を守って走ると、かえって危険であるとして、限度置き付け自転車の法定速度を引き上げる要請や、小型二輪免許を現行よりも、簡略化して、原付2種、50cc を超え 125cc 以下のオートバイ。ただし、側車のないものに限るの普及を促進する提案がある。 あるいは、原動機付け自転車免許を、簡略化した普通自動二輪車免許、小型限定と統合して、小型の二輪車の売り上げの回復を図る提言もある。さらに別の意見として、原付一種も原付二種も、運転としては変わらないので、原動機付け自転車免許と普通自動二輪車免許、小型限定を統合した上で、普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車、 大型特殊自動車の付帯免許として、売り上げの回復を図る提言もある。125cc 以下の原動機付自転車は、市区町村へ届け出がなされ、軽自動車税が課せられる。課税額は、排気量、または定格出力によって区分されて、排気量 50cc、出力 0.6kW 以下を一種、90cc、0.8kW 以下を二小通。 125cc、1kW 125以下を西港として扱われる。それぞれの区分に応じた、課税標識、ナンバープレートが交付され、別表に示すように字色で区別される。課税標識のデザインは、市町村が条例で定めることができ、2007年以降は、独自のデザインのナンバープレートを導入する、市町村が増えている。なお、下記の車両は、道路運送車両法においては、 原動き付け自転車に該当するものの、原動き付け自転車の運転免許では運転することができない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。